どうも、トランキーロサブローです。本日はですね、7月の13日の、ライオンズ戦について、振り返っていきたいと思います。結果は7対6ということで、マリンズ勝利、おめでとうございます。っていうか、ライオンズの、あのユニフォーム、ね、斬新ですよね。っていうか、デザイナーの方とかはいると思うんですけど、ねえ、マリンズもね、なんか変な浴衣みたいなユニフォームの時もありましたけど、斬新だなということだけにしておきます、とりあえず。はい。で、試合内容に関しましては、まず、オギが先頭バットホームランということで、今シーズン3本目って言ってましたかね、ちょっと曖昧なんですけど、ねえ、もう幸先よく、やっぱ、オギはね、やっぱりこう、パンチ力も実はあるっていうところがね、恐怖。足っていうところにね、どうしても特化しがちですけども、パンチ力もあるんですよ、オギは。やっぱね、先制パンチはやっぱり大きいですよね、やっぱり。で、その後で、追加点も上げつつ、マーティン、グランドスラム、グラシアス・マーティン、イエス・マーティン、ということでね、完璧でしたね。来日初満塁ホームランですって。ちょっとね、一時期こう、マーティンの調子が上がらずっていう、でちょっとね、マーティンも元気なさそうな表情を浮かべてましたけども、もう今日とかはね、もう広瀬アリススマイルが炸裂してましたんで、もう大丈夫でしょうと。ね、オールスターもありますし、マーティンのね、グッズスマイルが見れたので、いや、今日は攻撃陣は、いい。ちょっとね、その後追加点あんまり上げられなかったっていうところがちょっと気にはなったんですけど、7点取ったんでね、とりあえずは、よしとしましょう。ね、勝ったんで。はい。でね、先発、岩下、8勝目。ということで、いや、これ本当にね、僕ね、密かに、岩下最多勝を狙ってるんですよ、僕。僕が狙ってもしょうがないんですけど、バファローズの山本が9勝とかでしたっけ？で、1勝差なんで、防御率とかはね、さすがに追いつかないかもしれないですけど、もうね、勝ち星は勝てば1個つくんで、8勝で、とりあえず、前半戦、もう半分は過ぎてますけど、前半戦を8勝、自己最多ということで、終えまして、岩下の、この2桁はこのままいけば後半戦、間違いないんじゃないかなと。予想は14勝ということで。14勝までいけばその最多勝のね、ボーダーラインというか、山本とかがね、どこまでこう勝ちをね、重ねるかっていうのもありますけども、ね、マリンズチームもやっぱ A クラスにいるんで、やっぱり A クラスにいればその勝ちをね、掴むチャンスは増えてくるので、これはちょっと言いましたね、今シーズンというか期待したいなというふうには思っております。はい。で、あとはね、盤石の田中康弘、ハーマン、千早、そして増田。増田最後1本ホームラン打たれましたけど、クローザーのね、お仕事っていうのは、試合が勝って終わればいいので、2点差だったんで、1点まで OK なんですよ。ね。なんでね、しっかりとその後も抑えましたので、普通に、4人ともナイスピッチングということでね、今日は、ちょっとね、もう少し追加点は欲しかったですけど、試合の流れ的にね。岩下も悪い中、5回投げたんで、良かったんじゃないかなというふうに思います。やっぱね、勝つと嬉しいですね、やっぱね。というわけで、本日の、試合も勝ちましたので、明日がですね、オリンピックブレイクまでラストということで、明日の先発、予告先発が、大島。この前雨天でね、流れちゃったんで、また、予告先発、小島というワードが、パワーワードが、今日も発令されましたけども、ね、ライオンズ最後、予告先発、高橋コーナーなんで、なんとかエースを打ち倒して、勝って、前半戦終えましょう。ということで、今後も、今日ちょっとまたいろいろ動画撮影してきたんで、
ぜひ、近日中に上がりますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひ、よろしくお願いします。以上、トランキーロー、サボでした。ありがとうございました。